はい、おはようございます。じゃあ月曜日になりました。まだ相場は動いてないんで、先日ね、相場解説をしたのと、まあ重複するところもありますが、改めて今日の時点での私のね、考え方をお話ししたいと思います。まあ、基本的にはセルに向かうってことなんですけどもね。こちらをどうぞ。はい、まずは週が変わりましたのでウィークリーですけども、この黄色いところにゾーンがありますけども、このゾーンに当たると跳ね返って下の方に行くっていうのがね、まあ規定路線ですよね。まあですんで、今回もそうなったかなってところです。実はここでね、エリオット波動が終わって調整波から新しい推進波に向かうんで、突き抜ければ新しいエリオット波動ができるんですけども、突き抜けなかったんでね、エリオット波動のマンデルブロットはここで終わりますね。まあ、ですんで横ばいから多分こういう風なね、三角保ち合いになるか、もしくはセルの方向に向かうんではないかなってことですよね。セルの方向に向かうときは、まずはここを突き破ると思いますんで、そこを注目していきましょう。おそらくね、これトライアングルを書いていくんじゃないかなと思うんですよ、こういう風にね。で、最終的に上に抜けるタイミングを狙うってことになる。まあ、この二つのシナリオが、この週足では見えるかなってところですね。じゃあ、デイリーに行ってみましょうか。日足なんですけども、ここを突き抜けたんですけども、叩き落とされましたね。何度も申し上げてますけども、陰線、陽線ともに上着が出ています。ここと同じです。まあ、ですんで、ここからは、セルの方向に向かうんじゃないかなと。おそらく、こういう風な三角形を作るんじゃないかなと思いますね。日足ですね。こことだから似たような感じになるんですよね。ここもほら、ここが三角形でしょ。で、思いもよらぬここまで掘り込んでいきましたけどね。で、これが4時間になるとね、なかなか面白い形が見えてくるんですよ。4時間なんですけども、もうダウ転換をして、これ、ほら、頭が平らになったヘッド&ショルダーみたいな形ですよね。ヘッド&ショルダーを警戒するならば、ここがネックラインになりますから、もうすでにセルが始まってると思います。移動平均線は、広がっていきながら上昇しているのが、一気に終わって、全部ね、こうクロスしちゃってるわけですよ。だから、デッドクロスライン、つまり、セルに向かうサインが出てるってことになります。で、最終的な1時間ですけども、どうですか。ここに M を書いたような形になっていますけども、ここ中央に、左右対称に似たような形が想起されるんですね。これも何回も出てきましたよね。いろんなフォーメーションがある中で左右対称っていうのはね、結構な頻度で出ます。もちろんぴったりと正確に左右対称じゃないですよ。このトレンドの流れが左右対称ってことなんですよ。上昇のトレンド。ね。平らになって下降のトレンド。だから今週はセル作戦でいいんじゃないかなということでございます。一時期112円まで行ったドル円なんですけども、現在110円の、まあ、中頃まで下がろうとしてるかなっていうところの途中の111円ギリギリの攻めぎ合いというポイントが、今現在ここになっているということですね。まあ、ですので月曜日に、ここから下に下がるようでしたら、今まで申し上げていたシナリオ通りになるということなんで、セルでエントリーしてよろしいかと思います。それ以外の場合は、もうちょっと様子を見ることになりますので、エントリーは控えてください。というのがね、今週の見方ですけども、いかがお感じだったでしょうか。この左右対称、結構出ますんでね、今回覚えておきましょう。それでは。